今回はですね、またお買い得なクローンブックがあったので紹介をしたいと思います。今回ね、えー、お買い得なクローンブックを販売をしているのは、エイスースストアですね。エイスースの公式のショップになりますけれども、まあ、こちらでエイスース半期セールということで、最大40%オフというね割引をしているということで、まあ、この中にお買い得なクローンブックがありましたので紹介をしたいと思います。それはですね、このね、真ん中の商品ですね。 クローンブックね、まあ、他の端末も安くなってはいるんですけれども、まあ、今回私が一押ししたいし、まあ、これはかなり安いと思いますので、紹介したいんですけれども、まあ、それがですね、この真ん中の商品です。限定価格ということで、今回の広告商品、台数限定40%負、付売り切れごめんということなので、これはあの期間がね、このセール期間っていうのはあるんですけれども、これはもう在庫限りといいますかね、あの数量限定ということになってますので、もし興味のある方はね、この動画を見終わった後に、 すぐに購入されることをお勧めします。まあ、ただ、もしかしたら、私もね、この動画を上げるタイミングで、すでに在庫が切れているということは、まあ、過去にもね、こういったお得な Chromebook をね、紹介しているときに何度もあったんで、えー、もしね、気になる方は、この動画を見る前に先にポチってもいいかもしれません。それでは、この超解読な端末見ていきましょう。これはですね、a s u s の Chromebook Flip CX3 という端末になります。で、まあ、Flip っていう名前がついてるんで、まあ、わかると思いますけど、こういう風にね、まあ、ディスプレイが一回転をして、 まあタブレット状態になったり、こういうテント型状態といいますかね。だからクラムシェル型だけではなくて、ディスプレイが一回転することによってタブレット的に使えるというものになっています。で、今回のセールはこのコードですね。HS、HS07 というコードを入れることによって安くなるんですけれども、まあなんと価格59,800円です。まあクローンブックにしては、まあそんなに安くない59,800円かなと思うかもしれませんけど、スペック見てください。なんと14インチ。まあディスプレイは14インチなんですけども、 CPU が Core i5 です。しかもね、1130っていうことで、11世代の Core i5 を搭載しています。まあ普通に多分 Windows とか Chromebook に限らず、まあ11世代のね、Core i5 を搭載していて、59,800円ってノートパソコンとしても普通に安いと思うんですよね。で、まあ一応定価が99,800円ということです。で、まあ安いときは多分8万円台ぐらいで売ってた時もあるかなと思いますけど、まあただ59,800円っていうのはかなり破格なので、えー、非常にね、今回のセールでまあ安くなっているのがわかると思います。 まあただ、在庫処分セールみたいなこと書いてあったんで、まあ、これ数量限定って書いてありますけどね。まあ、もしかしたら、新しい端末とかね、えー、それに変わるようなものがまあ近いうちに出るのかもしれませんけれども、まあ、ただ、11世代の Wi-Fi 搭載してますからね、まあ、全然古い端末ではありませんので、まあ、非常にお買い得ではないかなと思います。でメモリーは 8GB です。SSD は、あストレージがね、SSD の 128GB です。まあ、この辺もね、安いクローンブックは EMMC ですけれども、これはちゃんと SSD になっています。 まあだからこの辺のトータルのスペック、もざっくり見ても59,800円はめちゃくちゃ安いと思います。で、形状の方はね、さっき言ったこのいわゆるフリップタイプでディスプレイがぐるっと一回転をして、まあタブレットにも使えますと、テント型にも使えますと。で、キーボードをね、逆さにこう、なんでしょうね、逆さにすることによってこういうスタンド型にも使えますと。で、当然クラムシェルですね。普通のノートパソコンのようにも使えるし、ということで、まあ非常に使いやすいものになっているんじゃないかなと思います。 で私もですね、このエースのクローンブックフリップシリーズですね、過去に2、3台紹介していますけれども、形状的にはすごくもうそっくりですね。みんな同じ形状しています。まあ、あとはこのね、ボディの色がどうかっていうことぐらいで。で、こういうのね、あの、フリップ型のエーススの端末って、このね、ヒンジはね、結構しっかりしてるんですけど、ヒンジがしっかりしてる分、結構ね、重たいっていうか、がっちりとした感じがあるんですね。だからこれもおそらく14インチなんですけれども、えーまあ、結構がっちりした感じではなっているのかなと思います。 で、もう一つね、この端末のすごくいいところはですね、まあフリップタイプっていうのは一つの売りなんですが、ここを見てください、ここ。ちょっと拡大してみましょうか。はい。ペンがね、刺さってますよね。で、こっち側見てもわかる通り、Asus の USI ペンが付属しています。で、これがなんと本体に、ここですね、さっきのとこ見たとこ、ここ、本体に収納できるんですね。まあ Asus のね、Chromebook はそういう収納できるものが、まあ、結構ありますよね。で、それをね、そこの収納する場所に入れることによって、 わずか15秒で45分間利用でででききるぐらい充電できちゃうんですね。まあ、ですので、まあ、通常ね、普通にそこに差し込んでおけば、ほぼ充電が切れることはないということですので、まあ、このね、ペンまでついて、しかも本体に収納できるね、非常にスマートな使い方ができるペンがついて、5万9800円ですよ。で、精度もめちゃくちゃ高い,ゃいですが、Chromebook の中ではかなり高いものね、まあ、精度になってますんで、それが5万9800円っていうのは、 安いと思いますね。まあ、ただ、このエースのペンっておそらく結構抜けにくいものが多いんですね。今まで私もエースの、そのね、ペンが入るクローンブック紹介してますけど、結構硬くて、あんまり取り出しやすくはないんですよね。まあ、だからその辺はちょっと、まあ、コツがいるって言いますかね。まあ、慣れが必要なんですけれども、まあ、それでもですね、ペンが付属して、しかも、まあ、あの、収まりがいいって言いますかね。ちゃんと収まるところがあるっていうのは、まあ、すごくメリットがあるかなと思います。で、ディスプレイサイトはさっき言ったと14インチです。 まあこれも、まあ大きすぎず小さすぎずということで、まあ一番、まああの使いやすいサイズかもしれないですね。メモリは 8GB とストレージは12%ということですで。あとカメラがね2つついてるみたいですね。まあこれも、まあ珍しいっていうか14インチサイズだと珍しいかもしれないですね。まあ11インチのねサイズのクロ e b ブックって、やっぱり学校で使ってるような端末があって、 まあそれはアウトカメラがあってね、やっぱりこうなんか写真撮って授業に使ったりとかっていうことがあるで、まあインカメラは当然ね、あのオンラインミーティングとかに使うと思いますけども、まあアウトカメラがあって、まあ写真が撮れるということなんですけども、まあこの端末も、まあそういうね、まあ14インチって結構大きめなサイズなんですけれども、まあアウトカメラを搭載してるということで、まあこれはなかなか変わってるし、まああればね、まあ何らか使えるんじゃないかなと思います。 であとですね、インターフェース関係もね、結構しっかりしてるんですね。まあ、これ、両サイド出ていますけれども、まあ、とりあえず上から見ていくとね、さっき言ったペンが差し込むところ、でタイプ C が1個、タイプ A が1つで、マイクロ SD カードスロットに3号のイヤホンジャック、で、片側にもタイプ C、タイプ A ですね、があるということなんで、両側にタイプ A とタイプ C があるね、一番使いやすい形になっていますので、まあ、この辺も含めてね、まあ、14インチサイズだからっていうのもありますけれども、まあ、拡張性はもう十分かなと思います。 で、こちら59,800円という激安なんですけれども、あの、リファービッシュ品とか中古品ではありません。えー、製品購入後にエイジスなら安心、どんな故障も絶対サポートということで、まあ、製品購入後30日以内に無料登録するだけで、まあ1年間保証しますということですね。まあ破損、自損を問わずっていう1年間保証なんですね。まあ大体これは1年間保証してくれるところが多いでしょう。で、部品代金も20%伸びで、まあ OK ですと。 あと、細かいスペック見ていきましょうか。まあ、SOC ね。in CPU とまあメモリーはいいでしょう。一応 LBPDR4X になってますね。あと TFT カラーのグレアですね。だから光沢のディスプレイですね。解像度もフル HD です。これも全く抜かりはないといった感じですね。で、Type-C があの映像出力に、ね、対応していますので、まあ、これはだから 4K 出力に対応しているっていうことなのかな。で、SSD に対応しています。まあ、SSD を搭載していますということです。 で、あとマイク、スピーカー2つですね。えっ、ー、と、マイクを搭載しています。で、カメラが2つ。で、Wi-Fi も AX 対応しますね。だから Wi-Fi6 に対応してるっていうことなのかなこの辺も本当に抜かりがないですよね。で、当然タッチに対応しています。で、当然 USI のペンにも対応しているということですね。で、バッテリーの駆動時間はまあ11時間と、えー、充電時間は2.5時間ですということですね。で、まあ、サイズと重さですね。重さが1.72っていうことなんで、 まあ14インチにしてはもうね、重たい方になると思うんですけれども、これはやっぱりさっきのね、回転ヒンジがどうしてもあるんで、やっぱり軽いのはね、普通のクラムシェルとか、まあるいは本当に完全なデタッチャブル式のものだとね、タブレットが外れて、まあキーボードも薄いんで、まあ軽くはなると思うんですけど、この端末はどっちかというと、しっかりとしたクラムシェル型になっていて、それで回転ヒンジがついちゃってるんで、まあやっぱりね、ちょっとこう、ごっついというかガッチした感じで、まあそういう部分では結構しっかりはしてますけれども、重量が1.72ということなので、 まあそうですね。ちょっと外に持ち歩くっていうのには、ちょっと重たくてね、持ち歩けない、持ち歩けないわけじゃないですけど、ちょっと持ち歩きにくいかなと思います。だからやっぱり車内とか、まあ家の中で、屋内でまあ部屋を移動して使うとかね、まあ場所を移動して使うとか、まあそういった使い方であれば、まあ当然1.7 2は全然問題ないと思いますので、まあそういった使い方になる端末ではないかなと思います。ということで今日はですね、エイスースのまあ公式のショップね、エイ u s スストアの方で、 まあかなり性能がいいね。クロ e b ブックの中ではかなり性能が高い端末が、まあ、結構安くなってましたので、紹介をさせていただきました。まあ、ただ、クロ e b ブックだとね、そんなに性能いらないんでっていうことなんで、59,800円でもそもそもクロ e b ブックの単価として高いという風に感じる方もまあいらっしゃるとは思いますけどね。ただ、やっぱ性能を考えたら十分安いと思いますんで。ということなんで、やっぱりですね、かなり性能が高いクロ e b ブックを、ね、欲しいという方には、この価格で買えるっていうのはなかなかあのお買い得だと思いますんで、 まあ5万円、6万円出してもいいという方であれば結構ね、まあいい選択肢になるんじゃないかなと思います。だってコア i5 ですよ。11世代の。それが5万9800円だから。まあこれは間違いなく誰が見ても安いと思いますので、えー、とにかくね、そこそこの金額出してもいいという方は6万円出せば11世代のコア i5 が買えますんで、これは非常にお買い得だと思います。まあ購入先の方はですね、動画の説明欄のリンク貼っておきますので、えー、まあ、そちらの方からね、確認をしてみてください。 で、購入するときはですね、あの、エイスストアってリーベイツ使えるんですよ。ポイントサイトね、楽天のリーベイツ使えますんで、まあ一応リーベイツかまして買えば、今私が見たら2.5%ぐらい、えっと今楽天ポイントがつくのかな。だから59,800円に対して2.5%でいいのかな。まあなので、より安く購入できると思いますんで、購入される方で、まあ楽天のね、ID を持っていて、リーベイツを使ってる方が必ずリーベイツをかまして、まあ購入されることをお勧めします。はい。今回は以上です。